はい、それではですね、本日はこのアルファフライを分解、いよいよ分解していきたいと思うんですが、まず分解する前に注目点をおさらいしていきたいと思います。注目点、まずアッパーから。で、アッパーの注目点はまず、まあまあ、本当に薄手の構造なんで、この前足から中足部にかけてそこまで注目するポイントっていうのはないんですが、一応まあ、裏側、裏地っていうのはどうなってるかっていうのがまず一つ。で、もう一つが終端。レビューの動画でもお伝えしましたが、終端部分に若干ここスポンジ素材が入っているので、ここを切って中を確認する。で、一番重要なのがこのヒール部分ですよね。ちょっとどういう構造なのか開けてみないとわからないっていうふうに言っていたんですが、まあ開けてみても本当にわかるもんなのかっていうところも注目ですし、どういった内部構造、まあここにありますこの青い部分ね、このスポンジ部分も切り取ってみて、中がどういったスポンジ、ペガサス37とか今まで紹介したシューズと、まあ、価格も違うので何か違いはあるのかっていうのもチェックしていきたいです。アッパーはこの3つ確認していきます。で、ミッドソールは、もちろんプレートっていうのも大事ですし、ズームウェアを細かく見ていくために綺麗に分解していく。で、あとは厚さですよね。ズーム X の厚さをリクレーンのホームページに掲載されている部分をしっかり測れるように、このへこんでいるところとこの当たる部分っていうのをしっかり、断面図にできるように分解、していきたいと思います。あとはまあズーム X の内部構造であったりとか、まあこれ、2つのズーム X がプレートが中に入ってるんで合わさってサンドイッチされている構造になっているので、その辺も細かく、見ていきたいと思います。あとスプーン形状だったこのプレートが若干平らになっている、フラットに近づいているとのことなんで、その辺もちょっと確認していきたいと思います。あと、はい、アウトソールのラバーもしっかり全部きれいに、剥がしていきたいと思うので、今日はもうごとこれもうアッパーごとちょっと煮込んでいこうかなと。できる限り綺麗に分解したいので、時間をちょっとかけてでも3万3000円もしますし、ちょっと後悔はしたくないので、綺麗にできる限り綺麗に分解させていただければなと思います。最悪失敗してももう片方あるんで、はい、部分部分がちょっと違う、右と左で異なる可能性はありますが、まずは全部を綺麗になるべく綺麗に剥がしていきたいと思います。ではまずは煮込んでいきます。はい、煮込み完了ということで、手前が煮込んだ、シューズ2時間半、約2時間半、煮込みました。で、煮込んだ模様も見ていただいたと思うんですが、ちょっと1箇所だけね、このここ、通常はこんな感じです。はい、まあ普通ですよね。すごい爆発音とともにね、ここがズームウェアがべっこべこに、もうこれ空気抜けてます、これ音。まあ、形は綺麗なんですけど、空気が思いっきり抜けた状態なんで、ダイレクトなちょっとクッション性と反発性は伝えることがちょっと難しいかもしれないんですが、ちょっと面白い、まあ、ちょっと危ないですね。危ないんですけども、ちょっと面白い現象でした。まあ、こんな感じで空気がぐっと抜けたので、ここがへこんでいると。で、ちなみに、今回アッパーも一緒に、切る前に、煮込んだので、ここ分かります、がっつりもう多分綺麗に剥がせちゃうんじゃないかなっていう、はい、感じにはなった。もう少し多分じっくり煮込めばベロベロって剥がれたのかなと思うんですが、はい、こんな感じです。で、まあ熱沸騰してるんで100度以上か、100度ぐらいのお湯で煮込んだんですが、アッパーは、まあ、特に、破けるところもなく、暑さには強いのかなというふうに感じてます。本当に広がってるとこも特にないですね。合成樹脂もしっかり、まあ、残ってるっちゃ残ってますし、ただこのヒール、あのレビューでも注意した通り、ちょっと変形しやすいっていうヒールが、まあこんな感じでねあったんですけど、思いっきり変形しまして、まあ硬さ、あでもちょっとドライヤーで乾かして冷ましたんですけど、さっきグニョグニョだったんですけど、元に戻りつつありますね。おそらく中に、ああちょっとまあ硬さはもしかしたらなくなってしまったのかもしれないんですが、おそらく中に TPU か何かが入っていると思われるので、まずはじゃあアッパーから分解していきましょう。はい、ちょっとこれ剥がれるかな。
剥がれそうなんですよね。ここちょっといきますよ。ここね、ここ綺麗にいきたいですね。これ綺麗にいきたいですね、本当に。うわー気持ちいいっす、これ。うわこれちょっと衝撃的。あーすごい、これはね、ちょっとあんまり、あーすごいっすね、これ。やばくないですか、これ。見てください、これ。ズーム X がもうアッパーとほんと綺麗に切り離され、あーすごい。もうこれ多分このままいけそうです。あ、いけますね、これ。こんな感じです。あーもうすごい、裂けるチーズのように。なんだろうこれ、なんか、あーあれですね、コマイとかの干物を取ってるというか、皮を、はい、乾物の皮を抜いてる感覚に近い。そんなに力入れてないです。あ、はい、じゃんと。ちょっと最後、もうこれ失敗かもしれないですが、ここちょっと雑にしてしまいました、ごめんなさい。見てくださいこれはすごいですよ、これ。本当にもうズーム X が向きで、これ綺麗ですね、これ。これ綺麗です、はい。こんな感じに茹でたことで、これ今後アッパーも一緒に茹でてしまった方がいいかもしれないですね、はい。まあ、ストロベル部分が本当に薄いですね。薄いストロベルが貼られている。で、インソールが一応あるんで、ちょっと剥がしてみますか。これは結構、あでも大丈夫そうですね。ペンチ使いましょう。あでもちょっと破けましたね、ちょっと破けましたけど剥がせそうです。ちょっとシューレースほどいちゃいます。で一回、あ、待ってくださいね。あ、洗ったのはこっちですね、洗浄したのはこっちですね。このシューレースもね、結構熱を加えたことで変形してるので抜きづらくはなってるんですが、でこう抜くときに注意点があって、こう引っ張っても抜けないです。で、まあ、抜ける場合もこう強く引っ張れば、ね、あるとは思うんですが、ここが破損してしまう、または変形してしまうんで、必ずこの緑色のところがついたら中に入れて一回通して、まっすぐな状態で抜いてあげると。これを繰り返す。ちょっとめんどくさいんですけど、あのシューレースをもし変える機会があればやってほしい、気をつけてほしいポイントですね。まあちょっと終端が一体型なんで無理に剥がしちゃう。あ、いけますね。あ、裏返っちゃいましたね。はい、こんな感じ。これもちょっとさっきの乾物的な、魚の乾物的な感じで剥がすことが、すごい汚れがいっぱいね、出てしまって申し訳ないんですが、こんな感じ。本当に薄い。というかもうこれ、ほぼないようなもんですね。これがストロベルみたいな感じですね。今まで紹介したペガサス37であったりとか、ライバルフライに、のストロベルに近いような、インソールではないです。あの触った感じも、あもちろん一回沸騰させたりとか、あ沸騰というかまあ茹でちゃってるので、本来の姿ではないとは思うんですが、すごい柔らかい、びっくりするぐらい柔らかいですね。素晴らしい、本当に。本当ストロベルのような感じですね、イメージとして。他のシューズのストロベル、多分こんな薄いインソールって陸上スパイク以外多分ないと思います、ナイキで。はい、もちろん粘着されて、かなり多分今までにない、この多分白い部分が、もう、まあもちろんもう一層、これ見た感じ、従来のストロベルも二層構造になっていることが多分多いと思うので、同じような形状にはなっていたと思うんですが、それにしても、あ違うね、ストロベルだとしたらこっちがもうストロベルなんだろうね。うん、なるほど。だからこれがまあストロベルだとして、はい、そう考えると従来の手術は違いますね、はい。インソールがなくてストロベルがついてるような感覚に近いかもしれないです。クッション性もほとんどなくて、やっぱよほどこのズーム X のクッション性っていうのに自信がある現れなのかなと。インソールを別に厚くする必要もないし、まあ、ここまで厚底にしてるので接地感というか地面を感じるってことは正直あまりこの部分中足部からヒールっていうのはないのかもしれないんですけど、前足はまあ
そこまで、まあ、ズームのところは暑いですけど、この辺とかは薄手なんで、もしかしたら接地感、まあ、地面を感じながら、掴みながら走ることはできるかもしれないんですが、まあ、インソールを厚くする必要って多分そもそもなかったと思うんで、コンセプトを考えた時にないとは思うんで、まあまあ理にかなった、はい、構造なのかなっていうふうには思います。でもびっくりですね。ただちょっと後ろの方が薄手で、前の方がやや厚くなってます。ただややです。ただ後ろがよ、もう後ろほんとペラッペラっす。ペラッペラッ、もうシャカシャカ系のストロベルと同じ構造がここまで続いて、こっからややインソールにちょっと近づこうとした努力が見えるっていうか、うん、ちょっと柔らかい感じはします。ただここですね、やっぱズームエアのところをちょっと柔らかくして、反発性、跳ね返りっていうのを少しでもちょっと軽減しようっていう表れなのかな。やっぱりキプチョゲ選手とかが、実際に本当プロトタイプから履いて、その意見を反映させて販売しているシューズなので、うん、この多分クッションが微妙にここにあるっていうのは、もしかしたら意見をいただいて採用した構造なのかもしれないので、インソール剥がす機会って皆さんないと思うんで、ちょっとここ前足の方がやや柔らかくなってるっていうのは覚えておいてもいいかもしれないです。はい、見えますかね。これが裏面です。裏面です。まあまあ一層、まあ、単層構造なんで、裏が特にこの前足と中足部ってそこまで見るポイントではないと思うので、ほぼ同じですね。で、しっかりこれ裏面にもシューホールのところ合成樹脂が貼られてます。薄い合成樹脂が貼られている形になってますね。はい、表面は、まあ、こんな感じ、はい、なんですが、裏面もしっかり合成樹脂でコーティングされている。なので、まあ、この中足部、まあ、がっちりガードするって効果もありますし、シューレースを調整するときに、かかるダメージっていうのは少ない、まあ、耐久性が高い構造と言えますね。はい、で注目すべきは表面から、まあ、表面も薄い合成樹脂が貼られていたんですが、つま先部分ですね。はい、触った感じスエードですね。ちょっと匂いを嗅いでみます。ちょっと難しいですね。まあ、まあ、レーザーなのかな、合成スエードかな、うん、今までの傾向とか経験上合成スエードっぽい、まあ、触り心地プラス、まあ、おそらく軽量で耐久性が高いであろう合成スエードを、このシューホールのスタート地点ぐらいからビシッとぐるっと、はい、同じ場所まで、こっちのねシューレースの始まる部分まで配置して、しっかりここ裏面も合成樹脂でコーティングして耐久性っていうのを高めてます。つま先は、もちろんフォアフットのランナーに向けて作られているっていう観点もあるので、ダメージがかかる、アッパーで一番ダメージがかかる部分だと思います。なのでしっかり、結構ね他のシューズだと薄手の合成樹脂が表面と裏面にちょこっと薄いのが本当に貼られてるだけなんですけど、裏面のこんなに厚手な合成スエードってのはちょっと見たことがない。本当にしっかりしてます。なんかちょっと、まあ濡れてるから、濡らしたからなのかもしれないですけど、ちょっとゴムっぽいというかラバーっぽいというか貼られていて、かなり、まあ、プロのパワーにも耐えるつま先部分になっている印象を受けました。見た感じですけど、はい、まあ、触った感じもそうですね。はい、こんな感じ、まあ、シンプルなんですけど結構作り込まれている、こんな感じです。ヒールが当たる部分ですね、ここも合成スエードっぽくなってます。すごく柔らかい、はい、すごく滑らかです。まあ、もちろん硬いんですけれども、足が触れる部分っていうのはすごく柔らかくなっていて、レビューでも紹介したこのブルーの部分、ここにはしっかりスポンジが入っています。裏返した時の足の裏が当たる部分、まあ、要は足の裏が当たってる部分ですね。インソールを返して当たってる部分なんですけど、一瞬360度フライニットだと思ったんですよね。要はフライニットが一周足を包み込んで、ナイキのサッカースパイクでも使われている、バスケとサッカーかな、使われているテクノロジーで、フライニットで、足全体、足の裏も含めてアッパー一周ぐるっと一周360度包むテクノロジーってのナイキ、用意しているんですよね。でかなりフィット感が強い、軽くてなおかつフィット感、本当足の底からガチッと固定されているフィット感っていうのを提供する素晴らしいパフォーマンスシューズに使われるテクノロジー製法なんですけれども、それかなと思ったんですけど、ちょっと違うようですね。ここ色がちょっと違うの分かりますかね。
ちょうどこの黒い部分とこの白い、ちょうどこの白い部分が境界線でインソールがくっついてた部分なんですけど、インソールの裏だけ、何でしょう、これ繊維状の、何が近いかな、ブルーシートみたいな、ブルーシートのようなちょっと滑らかなブルーシートっぽい素材が貼られています。もちろんフィット感、360度に素材がまああってしっかり包み込む感じ、通常のシューズだとこれインフィニティランなんですけど、もうミッドソール、インソールかぶさっててパカッと剥がすと、インソール剥がすともうミッドソールになっているので、アッパーが包み込むってことはないんですよね、なかなか、はい、ランニングシューズじゃないと思います、はい、それが、はい、まあ、ベイパーマックスとかはそうだったかな、すごい間がありましたけど、ベイパーマックス当時ランニングシューズで、おそらく多分、まあ、分解したことないんですけど360度フラニットで包み込んでると思います。はい、まあ、こんな感じで、360度フラニット風に、なっているのでかなりフィット感というのは高い、だからこそストロベルもないしインソールも薄手になっているってところも多分あると思います。フィット感を向上させる、シューズと一体させる、一体化、より一体化をさせるってところっていうのはすごく重要、プロのランナーのもはやシューズは足と言っても過言ではない、足本体と言っても過言ではない部分なので、よりシューズと足を一体化するためにこういった、360度フラニットのような構造を採用しているっていう感じですかね。はい、そういうふうに感じました。これでやっとあのシュータンとヒールに移れるので戻せます。ちょっと戻します。はい、戻しました。で、シュータンちょっと切っていきましょう。ちょっとここね、サイド、ここがポコポコしてるので、すごい柔らかくて、足の甲の足触り、プラス、まあ、ぶつかる部分でもあるので、クッション性っていうのが、高くて、快適に走れる、いい、なんか細かいポイントにはなってるんですけど、お店と。あ、スポンジ入ってますね。ちょっと黒黒なんで見えづらいかもしれないんですけど、結構厚いスポンジ入ってますね。で、なんだろう、これ今までに触ったこと、まあ、ちょっとやっぱり高いもの使ってるんですかね、相当滑らかで密度が濃くて柔らかいスポンジをこのシュータンのちょうど足の甲が当たる部分、広範囲に配置してます。はい、こんな感じ見えますかね。あ、すごいですね、これ直接、まあ、外から触ってもこれ柔らかいので皆さん持ってる方触れば分かるとは思うんですが、中は本当に何だろう、フェルトっぽい、本当に高級なフェルトっていうのはあるのかな、高級なフェルトっぽい素材になってます。あ、これすごくランナーのことを考えられて作られた構造だと思いますし、素材の選択だと思います。はい、こんな感じになってます。わ、すごいですね、これどっちかというとこれスポンジっていうか、なんか何でしょうかね、毛皮とか羽毛とか、なんかそういう感じに近い触り心地ですね。では次にここですね、ヒール部分いってみたいと思う。これハサミでいけますかね。あ、いけますね。はい、あ、もうちょっと買ったのが、ちょっと中見ていきましょう。あ、やっぱり入ってますね。まずスポンジはこんな感じです。はい、でこのシュータンに入ってるスポンジとは結構異なります。ちょっとこれ本当に柔らかくて高そうな素材、今までないような素材使われてたんですが、これは多分今まで見たことある、私の分解動画を見ていただいてる方だったら見たことがあるような、あ、スポンジ、本当に従来の多分スポンジです。ペガサス37とかと同じかな、が結構厚手に入ってます。なのでまあ柔らかいのは言わずもがなって感じなんですが、他の部分ですよね。でさっき紹介したこの内側のフェルト部分があって、その裏にこの白い部分ですね、白い部分、これがちょっと目で見ますね、グッと、ちょっと分かりますかね。こっちはアッパーの素材です。でこっちが TPU になるんですけど、黒い薄い本当に柔軟性が高い TPU がヒールに配置されてました。なので正解は、コーティングしているわけでもなく、そういったまあタイトな編み込みにしているわけでもなく、純粋に TPU が、中に埋め込まれてた。ただ今まで紹介している
していたナイキランニングシューズの中で最も極薄ですね。でプラス接着剤なのか、このなんか白っぽいというかグレーっぽい、なんか難しいですね、シリコンのような、はい、シリコンのようなもので多分強固にくっつけて、プラスこのちょっと厚手の接着剤シリコンで固定することで柔軟性とちょっとした柔らかさっていうのを、形状維持を少しでも促すためにこういった構造にしているのかなっていうふうに思いました。はい、本当に極薄の TPU が入ってます。ただこれやっぱ型崩れする可能性っていうのは大いにあります。で熱を加えたらもう元に戻らない、まあ100度っていう熱を加えることはないとは思うんですが、車にランニングに行ってボンネットにボンって乗せる、まあ、こともないとは思うんですが、乗せてしまうとおそらく100度近い温度でシューズっていう、まあもちろんこれ黒ですし、まあ、新しいカラーは白で出るんですけど黒なので熱っていうのはすごくこもりやすくて熱を生んでしまうっていうところはあるとは思うので、変形には本当に注意してほしい。あと直射日光には注意してほしいです。特に曲げてなくても形崩れてしまうってことはあると思うので、まあ、もちろん初期不良とかもあるとは思うんですが、直射日光であったりとかちょっと高温を避けて保管するように、まあ、ちょうどこの時期夏なので気をつけていただければなと思います。ただこの薄い TPU が入ってましたね。予想は的中ということで、はい、良かったんじゃないでしょうかね。こんなアッパーになっております。こんなに綺麗にいきます？これ多分結構、まあ、一人で興奮してるだけかもしれないんですけど、このベイパーフライシリーズというか、アルファフライか、アルファフライを、まあ、厚底シューズを知ってる方であれば、ここまで綺麗に分解をしたっていうのは、はい、既存のものをね、分解したっていうのはないんじゃないですかね。もうこれ、はい、綺麗です。本当に。あ、なんか、ここに文字が浮き上がってきてますね。TNWOIM かな。ティンウォイム。わからないです。まあ、品番なのかな、型番なのかもしれないですね。このストロベルとかインソールの文字が書いてます。はい、知って、はい、こんな感じです。素晴らしい、素晴らしい。もうここだけでも一本の動画になりそうですし、やっぱりなんだろうな、いっぺんに詰め込むっていうのはなかなか難しいところではあるので、一旦今日は、この辺にアッパーのまずは分解の模様を紹介させていただきました。次回ですよ。次回、多分ね、まだ外れそうにないんですよ。ちょっと剥がれてはいるんですけど、もう少しこれ単体で煮込んで乾かして、ちょっとズームエアもどうにか綺麗に取りたいので、ちょっと液体をつけたりとかして綺麗に剥がせないかっていうのをやってみたいと思うんで、はい、ぜひ次回もちょっとプレートとズームエアとズーム X と、さらにこの高さが本当に4センチ以内かっていうのが分かるのが次回の動画になると思いますので、でアウトソールも次回一緒に剥がしていきたいと思います。で今日はやっぱりこのアッパーがこんだけ綺麗に剥がれたっていうのと、内部構造をしっかり見ることができたっていうのは本当に貴重なので、じっくり、ちょっと長めの動画にはなっていると思うんですが、ご覧いただければなというふうに思います。はい、それでは次回、ミッドソールアウトソールの分解でお会いしましょう。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイ、じらしてごめんなさい。